こんばんばは、でです。スッです。ラト歴史はエンターテイメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。以前亀姫ちゃんと奥平信政の動画の時に「亀姫ちゃんのその後を知りたい方はコメントください」って言ったらすごい数の「亀姫ちゃんのその後を知りたいです」ってコメントをいただきましてねありがとうございます。ありがとう ということで皆様のご要望に応じまして今日は奥平信雅と結婚した後の亀姫ちゃんについてお話ししたいと思います。 それと、以前、神姫さんの動画の時に、奥平信正は、長篠の戦いの後に、信長さんから一時もらって、貞政から信正に改名したんだって言ってたんですけど、これもね、コメントでご指摘いただきまして、なんかどうやら最新の説では、武田春信、若い頃の信玄さんね、この春信の信から信の字をもらったらしいので、長篠の戦いの時に、信正のままでよかったようでございます。なんせ私、戦国そんなに詳しくないんでね、こういった ご指摘は非常にありがたいですどうもね信長さんが武田が滅んだ後と信玄さんから名前もらったっていうのはちょっとはばかられるっていうんで自分から信長さんからもらったって周りに宣伝したらしいんですよね。ということで今に至るまでそれ信じちゃってる人がいるっていうことにね歴史そういうことがよくあるんでね戦国というのは実に奥が深いもんでございますね。 本当はね、我々がいろいろとサポートできたらいいんですが、なんせ弱いので、皆様のコメントを待ちております。よろしくお願いします。<laughs> いえいえ、そういう何も知らないのも貴重なリスナーでございます。そういう方のためのカシマシ歴史チャンネルなのでね、<laughs> 詳しい方とそうじゃない方ね、皆さんのおかげで成り立っておるチャンネルでございますので、これからもよろしくお願いします。キリノさんって戦国弱いの <laughs> うん、あんまり詳しくない。それで だから一生懸命勉強してるんですけどなかなか最親切に追いつかないってことなんですよねやっぱり詳しい人はもっと詳しいからねなのでもっともっと詳しい方はどんどんコメントしてくださいよろしくお願いしますということでね亀姫ちゃんのその後の話に移りたいと思います天正4年1576年の7月に長篠城の奥平信政のもとへとついだ亀姫ちゃんは翌年 長男の家政を産みます。その2年後次男の家春を産んでさらにその翌年には三男の忠政を産んでさらにさらにその3年後には4男の秋を産んでおります。しかもこの間ね生まれた年がちょっとわからないんですが娘も一人産んでますからね。なので結婚して10年経たずに四男一女実に5人もの子供を産んでいますから夫婦仲は良かったんじゃないかなと思います。 子供がいるから夫婦仲がいいとは必ずしも言えないんですけど、亀姫ちゃんの場合、旦那さんの奥平信政より、彼女の方が身分が高いんです。 もし旦那が嫌なら男子一人産んだらもういいです。あなたとはやりたくありませんと旦那を拒否することもできたわけなんですよ。それをせずにこれだけポンポン子供産んでるってことはやっぱり旦那様を愛していたからなんじゃないでしょうかね。そう思うと生涯旦那さんに即室を犯せなかったっていうのも旦那さんを愛していたから他の女性には渡したくないってことだったのかもしれません。 で、神姫ちゃんが奥平信正に嫁いだ3年後、天正7年、1579年にお兄さんの信康とお母さんの月山殿が父親である家康さんの命令で殺されるという大事件が起こります。 この時、長篠城に嫁いでしまってね、岡崎にはいなかった亀姫ちゃんが、母と兄の死という知らせを受けて、どう思ったかという記録は残念ながら残っておりません。もちろんショックだったでしょうし、悲しかったとも思うんですけど、この年、亀姫ちゃんは次男を産んでるんでね、3歳になった長男と生まれたばかりの次男の世話で、忙しかったでしょうから、母や兄を失った悲しみというのを子育てによって少しは和らげられたのではないでしょう。 確かに。逆に他に守るものがあるから、そっちをね、大切にしていってたんだろうなとは思いますよね。で、まあ、その後、四男が生まれた2年後にあたる、天正13年、1585年に、人質時代からずーっと家康さんを支え続けていた石川和正、孤独のグルメ、が、なんと家康さんを裏切って、秀吉の元へ出奔するという、これまた大事件が起こるんですよ。 ただ、この事件は、亀姫ちゃんの夫の奥平信馬さんにとっては、出世の大チャンスになったのでございます。というのをね、徳川軍の軍政に精通していた石川和正が敵である秀吉の元に走ったわけでしょ家康さんとしては自分の手の内をもうすべて秀吉に知られるっていう事態になっちゃったわけな そこで急いで軍政を、軍の制度を変える必要が出てきたんですが、その時思いついたのが武田の軍政だったんです。滅びはしても武田は戦国最強の軍事制度を持っていた国なんでね、これに習おうって考えたわけなんですよ。でもって奥平信政ってかつて武田方だった人間ですから、武田の軍政にも詳しいということで、この後徳川軍の軍政改革に奥平信政が尽力することになるんです。 その功もあって家康が関東に国返した時に光月の三万石をもらってるんですねその後は関ヶ原の戦いにも参加しましてさらには戦いの後京都諸子代に任命されましてねそこで京都の治安時に功があったということで今度は美濃の加納十万石っていうのを与えられますだいたい1万で正大名10万超えたら大大名ですからね神姫ちゃんついに大大名の奥さんになったわけで、ね、す あそういえば奥平信政が京都諸子大だった時に秀吉側の人間だった安国寺恵恵っていう人物を捕まえてその功がね大きかったって言われてるんですけど安国寺恵恵を捕獲捕まえたのがかの鳥居スネーモンの息子だったんですよ。あ最後には貼り付けになっちゃったけれども「走れ走れ」のあの。うん 走れ、走れ、すねえもんの息子。あそこで張り付けになったおかげでっていうのも変だけど、息子を大事に取り立ててっていうことで、ちゃんと京都書世代の時にも家来として連れて行って、その彼が活躍したおかげで、10万石もらったわけなんですよね。このね、美濃の国の加納10万石をもらった奥平の噂と上姫ちゃん、それに三男の忠政が加納へ移ることになったんですが、孝介には前にもらってる三万の所領が残ってますからね。だかららこちらは長男の家政が残って 収めるこことになったんですが、この家政にもすぐに宇都宮十万石が与えられたので家政も宇都宮に移ることになりますなのでここに亀姫ちゃんは加納十万石の大大名の夫と宇都宮十万石の大大名の息子を持つことになります大出世ですよね。家さ政にしても亀姫ちゃんは長女ですしやっぱ母親と兄を殺してしまったっていう負い目みたいなものも感じていたのかもしれません。 じゃあ、長男さんが宇都宮で三男が加納に行ったと次男と四男はどこへあ、亀姫ちゃんの次男の家春と四男の忠明は家康さんの養子になってます。 これも多分家康の罪滅ぼしの一種だったのかもしれないんですけどね。だから、亀姫ちゃんの次男と四男っていうのは、奥平っていう姓じゃなくて、松平っていう姓をね、名乗っております。そもそもね、長男の家政っていう名前と、次男の家春っていう家の字は、家康のね、家もらってるんですし、あとあ四男の忠明っていうのも、家康の三男で亀姫ちゃんの弟にあたる秀忠。 からね、ただっていう字ねもらってるくらいなので神姫ちゃんの息子たちっていうのは父親の家康さんからも弟の秀忠からも大事に思われていたっていうのは間違いありますただこの次男の家治っていうのがねその辺はちょっとかわいそうなんですけどそれでも美濃の加納へ移った神姫ちゃんは加納御前とか加納の方って呼ばれるようになって平穏な暮らしを送っていたわけなんですよね。だ不幸はいききなりやってきます 大阪冬の陣の直前1614年の10月三男の忠明と長男の家政が相次いで亡くなってしまうんですしかも一度に2人の息子を亡くしてショックだったんでしょうね夫の松平信政までもは翌年急死してしまう。 旦那さんの奥平信正が亡くなった後、亀姫ちゃんは落職しまして、提徳院って名乗るようになったんですが、それでも加納十万石も、それから宇都宮十万石も、幼い孫たちが後を継ぐことになったんでね、亀姫ちゃんはその孫たちの貢献役として、その後は頑張ることになります。 特にね、長男の家政の息子の忠政は、あ、このね、奥平忠政の母親っていうのは戦国最強のジャイアントロボの本田忠勝の娘なんですけどね。まあまあそれはさておきまして、孫にあたる奥平忠政、神姫ちゃんの長男の息子ですよね。この忠政が後を継いだ宇都宮藩。 っていうのは、二代将軍の徳川秀忠が父親である家康さんが祀られた日光へお参りする時に、途中で一泊する場所だったので、当主があんまり幼すぎると将軍の護衛の役に立たない。 とということで、でで1619年に宇都宮からら命じれれるるんんすすね。ね。越し言わ一応奥平忠政に落ち度があってのことではないのでこの時10万石から11万石に1万石加増した上で移ってねってことだったんですがこれに納得いかなかったのが亀姫ちゃんでございました。1万石増えてる減ってないんですよね増えてるのに怒っちゃったってこと うん、まあね、宇都宮から小賀へ移るだけだったら、亀姫ちゃんも文句は言わなかったと思うんですよ。ただ、孫の忠だ政が小賀に移った後、この宇都宮に入ってきたのが、本田正摘だったってことが、亀姫ちゃんが大激怒した原因だ ホンダ、ホンダが多すぎるんですけど、どのホンダ正純どのえホンダ正純は私が大好きな、ホンダノ信の息子ちゃんでございます。ドラマではまだ登場しておりません。まだね、マツケンさんも帰ってきてないからね。このうち、ケンさん帰ってきて、家康さんにも二代目の秀忠さんにも徴用されることになるのが、ホンダ正純。 正信の息子なんですけれども実はね亀姫ちゃんには4人の息子のほかに娘も一人いたじゃないですか。このの娘さんががいだのが大久保忠恒 って言って、大久保忠代色男どのいるじゃないですか。この人の孫にあたる人物だったんですね。ところがこの大久保忠代は1611年に32歳の若さで病死してしまうんですね。しかも本当は病死じゃなくて、本田正信と本田正澄の親子に毒をもられたんじゃないか、なんて噂が流れたんですよ。 毒を持ったっていうのは単なる噂で、病死は病死だったと思うんですけど、その後ね、大久保忠恒の父親の大久保忠地と、本田親子の権力闘争で、大久保忠地が失脚してしまったので、亀姫ちゃんにしたら、娘の嫁ぎ先を追い落とした憎い本田正寿。 これが今度もまた孫を宇都宮から追い払って後釜に座り上がったって感じだったんでしょうね。しかも孫の忠政は11万石になったとはいえ宇都宮の時は10万石だったのに後釜の本田正純には11万5千石やるって言って5万5千石も多く与えられちゃったんでね。これも亀姫ちゃん的には腹立たしかったようなんです。なので小がへ引っ越しするときにもう嫌がらせでね、城の中の障子や襖や畳やね庭の木や石からもう いいざらい全部持って行こうとしたんですよでも本田正純がそれひどすぎますよって追いかけられてやむなく返したっていう伝承が残っているほど亀姫は本田正に腹を立てていいたたみたいなんですねこの当時千代替の際に私物以外は置いていくのが一般的なルールだったんでねうちらだって引っ越しの時に畳や襖なんか持ってかないじゃないですか自分のものは持ってくけれどももともとあるものは置いとくっていうのがね今も昔もルールなんですけどそれを亀姫ちゃんは全部しかも庭の木まで引っこ抜いて持ってくっていう まあまあ亀姫ちゃんの怒りの大きさが分かろうかと思うエピソードでございますよね。その引っ越しの方が大変だと思いますけどね全部持っていく方がね怒りに任せて亀姫ちゃん自分が持っていくわけじゃないからね持っていけって命令するだけだからね家臣が大変だよね「えー、こんなものまで石まで持っていくんですか?」っておまけに途中でね引き返せってね本田正純に言われて「まだですか?」みたいなねいつの時代も下につくものってのは大変ですよね。そして3年後の1622年またも大事件が起こります。 この年の4月、二代将軍の秀忠が家康の御病である日光東将軍へお参りに行ったんですけれども、その際に亀姫が弟の秀忠に、宇都宮城に泊まってはいけません。本田正澄は城内の部屋に釣り天井を作って、あなたが寝ている上で天井を落として圧死させるつもりなのです。って密告したんです。 だからさあ大変ですよ。秀忠は、宇都宮を避けて、身分に泊まると、そのまま江戸に帰ってしまったのでありました。そしてその後、本田正純は、将軍を暗殺しようとしたって疑いで、流罪に処せられ、本田家は改役、お取り潰しですよね、させられてしまったのでございます。本当に釣り天井を作ったの あのね、実際に、宇都宮城っていうのを調べたところ、釣り天井自体はなかったことが分かっていて、おそらく、本田正純の失脚というのは、家康時代から側近として権力を持っていた本田正純が結構横暴なことをしてたんで、大久保を追い落としたりっていう事件もあったんでね。なので、秀忠自身もちょっとね、こいつやりすぎだ、取り除かなければって思っていて、上みちゃんは単にね、遅延っていうか憎しみだったんだろうけど、その残言を、これ幸い 利用したんじゃないのかなと思うんですけれども本当のところはよくわかっておりませんともかく本田正住が失脚したおかげで亀姫ちゃんの孫の奥平忠政は再び宇都宮に戻ってくることができまして亀姫ちゃんも一安心ということだったのでございます亀姫ちゃん自身は宇都宮釣り天井事件の3年後に可能の地で66歳で亡くなっております あとね、亀姫ちゃんが亡くなった加納のね、お城の近くには、十二宗神っていう小さな供養塔みたいなものが今も残ってるんですけど、これがね、地元の伝承によると、亀姫が殺した十二人の次女を祀った祠だっていうんですよね。 で、今となっては、次女たちが一体どんな罪で殺されたのかとか、さらには本当に亀姫が殺したのかっていうのもよくはわからなくなっているんですけど、従来のイメージだと、亀姫の母親である築山殿っていうのが嫉妬深くて気の強い女性って思われていて、そういうエピソードがいっぱい残ってるくらいなので、その娘の亀姫ちゃんも同じように気が強かったんだっていうイメージになって、12人の次女を殺したとか、薄宮釣り天井事件の密告みたいなエピソードが 付随したみたいなんですけど今回のドラマの亀姫ちゃんだと全然そんなことしなさそうなイメージなんですよねただね女性は母になると変わりますからねましてや孫の種となったらおばあちゃんは頑張るよってなっちゃったのかもしれませんねということで今日はね奥平信浅に突入だ亀姫ちゃんのその後をお話ししてみましたいかがだったでしょうかこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします ツイッターもやってます。メンバーシップもやってます。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。じゃあね。12人の次女がなんで殺されたかって一人も理由残ってないの今となってはね、亀姫に殺されたとは言われてるんだけど、理由がわからないんですよね。しかも12人もね、ちょっと多すぎるんでどういうことなんだろう 地元の伝承として残っているんでもし亀姫ちゃんが気が強くて生体系みたいにね旦那に色味を使ったとかちょっと美人だとか言うだけでバシバシ殺したって言うんならまあね分からなくもないけどそこまでではないような気もするのでねこの伝承っていうのはどういうことなのか何かそのものすごく別のね全然意味の違う大きな事件があったのかもしれないんですけどねその辺ちょっと城のしかも奥で起こってることなのでねなかなか伝わらなかったんでしょうね。 でも、辞書を殺すとかいうのは、ちょこちょこあったことはあったの、この時代って。 いわゆる奴隷制じゃないけれども、召使いっていうのの人権とかがない時代ではあるので、だから人買いとか人売りとかもあるぐらいなので、次女っていうのが今思う人間としてっていうよりは、ある意味若干ね、今のペットよりもさらに人権ないぐらいのノリだったと思うので、悪い主がそういう意味で殺すっていうのはなくはないんだけど、だからね、悪い主人だっていうイメージだと、カシンダを殺したとか、次女とかね、下男を殺したっていうのはよくあるんだけど、 まあ、どうなんですかね。本当のところはね、ちょっとわからないですよね。亀姫ちゃんはそういうね、私は家康の娘よって天狗になって、ちょっとしたことで人を殺しちゃうような人だったのかもしれないし、そうじゃないのかもしれないし、この辺ちょっとやっぱりわからないところではありますよね。